のイベントは2部構成です。前半空を飛ぶ鳥インパージサシご覧いただきます。ではお姉さん準備はどうでしょうか。はい、準備できてます。はい、では大変興味深いインパージサシの飛び方教えてください。はい、今空を飛んでいるこちらのインカージサシはヘリコプターのように空中で一時静止をする飛び方、ホバリングという飛び方ができる鳥たちです。実際にやってみたいと思いますので、私の目の前のあたりにご注目ください。はい、それではお姉さんの前をご覧ください。はい、いかがでしょうか。お姉さんが教えてくれたように一度止まって空を飛んでいましたね。はい、この飛び方がホバリングです。インカージサシという鳥、こうやってホバリングをしながら餌となる魚を捕まえ食べて暮らしている鳥なんです。水中にいる魚に狙いを定めるとき、このようにホバリングをすると言われます。ではインカージサシ、先ほどからうまく空を飛んでいますが、なぜこのようにしてうまく空を飛ぶことができるのでしょうか。お姉さん、はい、インカージサシたち大変上手に空を飛んでいますが、なぜこのようにうまく空を飛ぶことができるのでしょうか。はい、それには体の仕組みに秘密があるんです。今日は2つ紹介をしたいと思います。まずは皆さん、空を飛んでいるインカージサシと私の足元にもたくさんいるペンギンの体の大きさを比べてみてください。インカージサシ、とても小さい体をしていると思いますが、広げた翼はどうでしょうか。ペンギンたちと比べてもとても大きな翼を持っていると思います。この翼が大きいおかげで自由に空を飛ぶことができるんです。そしてもう一つの秘密が体重です。インカージサシの体重は 150g から 200g ほどしかありません。これはリンゴ1個分よりも軽いぐらいの重さなんです。このように体重が軽いおかげで軽々と空を飛ぶことができるんです。さあ、今ちょうど体重のお話を私しましたけれども、皆さんはペンギンの体重がどれぐらいあるかご存知でしょうか。ここ南極ゾーンには全部で4種類のペンギンが暮らしています。その中でも一番体の小さいペンギンが南イワトビペンギンという種類のペンギンです。南イワトビペンギンはどこにいるかというと、はい、今日はちょっと後ろの方にいます。はい、こちらに、はい、いるんですけれども、頭に黄色い飾り羽という羽が生えているのが特徴的なペンギンたちです。それではこちらの南イワトビペンギンの体重を外にいるお姉さんに聞いてみたいと思います。お姉さん、はい、南イワトビペンギンの体重どれぐらいあるか知ってますか。はい、もちろん知っていますよ。小さな南イワトビペンギン、体重は2キロから3キロほどあります。今お姉さんの前で上手にホバリングをしてくれているインカージサシの約15倍の体の重さがあることになります。ペンギンたちは水の中へ入ります。水の中へ潜っていきやすくするため、このように体の重さがあるんですね。さあ、それではイベントの前半、空を飛ぶ鳥インカージサシのホバリング、この辺りで終了とさせていただきます。この後自然の海でも群れを作って泳ぐんです。ではどんな時にこういった泳ぎ方をするのか、食べる時、そしてシャチやアシカといったペンギンの天敵から自分の身を守る時、こういった泳ぎ方をすると言われます。先ほどイベントの前半、空を飛ぶ鳥インカージサシは翼を羽ばたかせて上手に空を飛んでいましたよね。ペンギンも鳥です。しかし空は飛べません。ご覧ください、泳ぐ鳥なんです。泳ぎ方を見てみると、翼を羽ばたかせて
まるで空を飛んでいるかのように泳いでいます。こうやって見てみるとミカンジサシもペンギンも同じように翼を使っているところは鳥の仲間であるというのが分かりますね。また背中のあたりにもぜひ皆さんご注目ください。キラキラと泡が出てきていると思いませんか。ペンギンたちはこういった冷たい水の中や寒い気温の中でも寒さから身を守るために羽毛と羽毛の間に空気を蓄えているんです。その空気がこうやって泳いだ時に漏れて出てきているのでキラキラとした泡が背中のあたりから見えているんですね。